そのままつけちゃいましたけどね。ご視聴ありがとうございます。こんばんは、やまよと申します。まあ、フレーマーのね、シリーズってことで、ね、今度はね、じゃあ本物の日本で言われるモンスタークレーマーみたいなね、モンスタークレーマーのロジック。考えてみましょう。これね、これにね、慣れとか言います。これはね、さすがにね、そういうのに なるのはね、さすがに人としてどうかっていうレベルのところになりますからね。モンスタークレーマーとか。あ、じゃあこれ買いましょう。ね、君もクレーマーじゃなくて、君も、クレーマーはいいと、先ほど言いましたからね。だから君もモンスタークレーマーになろう。ということでね、さあ、モンスタークレーマーになるにはどうしたらいいかって言ったらね、まずね、常識を捨てないといけません。っていうところから始まるんですけど、しっかり説明していきます。モンスタークレーマーって何なのかって言ったら、まあ、要は、とんでもない要求とかしてくる、あれですよね。人とかそういうのがありますね。まあ、教育業界、まあ、いろんな業界にもいます。私もね、接客業を長いことやってました。スクールモンスタークレーマー、いましたよ。やっぱし。ね、カラオケ代、歌ったりしたら全部タダにしようとかね。ありましたよ。もう散々思いましたよ。私なんかね、まあ、この、ね、動画見てる方はなんとなく性格もわかると思いますけど、言われたら、怠け、お前客の顔して何言っとってボケーなんてね、言っちゃいますからね、私。まあ、そうするとね、結構上の方まで行くとね、いやいやいや、もう大ごとにされたらまた困るしとかって言ってね、結構ね、変なね、下手打ちするんで、お前またそれでお前、書きつけてお前来たら取られそうねって言ってね、またそれでまたわーっと思って、まあ、結局私が、パーンってなったりすることがあってね、まあ、気がついたら借金番見るのこんな生活ってね、ハムハムそんなことを置いといても、まあモンスタークレーマーっていうのは強いわけです。あなどってはいけません。いやあなのは言わしときゃいいやって言ってね、言わしとったらね、いくらでもほら吹いて、本当にね、前の動画でちらっと言いましたけど、本当潰れちゃった店知ってますからね、モンスタークレーマーわーっと覚えてね、まあね、PTA とかそのあたりまでね、絡んでね、もう地域で完全にボイコットするんですよね。で結局、店主店閉めちゃいました。内容広かったですけどね、本当に。で、まあ、そういうのもありますか。これ、モンスタークレーマーっていうのはね、やっぱり対策を見ないといけません。まあ、お客様の定義っていうところになってくるんですけどね、そこら辺は。まあ、お客様の定義はお客様の定義で話をしようかな。とりあえず、モンスタークレーマーっていうのは、いわゆる他のところにもいろいろ現れますから、モンスタークレーマーは全般で行きましょう。そうすると、じゃあこれ、モンスタークレーマーになるにはどうしたらいいのかって言ったら、まず大事なのは、自分が被害者になることなんです。はい、もう自分被害者です。どんな、ことでもいいですし、どんね、被害者になることなんです。で、ね、これ加害者だったらダメなんです。クレームつけれないんです。被害者だからクレームつけれるんです。だから、被害者になるためには、あることないこと書いていいんです。次大事なのが、ここで大事なのが、あることないこと、つまりもう、でっち上げるんですね。嘘、もう、でっち上げる。でっち上げる。ここ大事です。でっち上げる。これね、隠蔽じゃダメですよ。あったことをなかったことにしてしまったんなら、証拠ができる。ほら、お前の嘘を暴いてやるってね、正義のね、味方が出てきてね、出てきてしまうんですけど、でっち上げるもね、証明は難しいんですよ、これ。なかったことをあったことにしてるのはね、じゃあなかったという証拠を出せっていうのはね、なかなかこれ難しいですからね。で、それでなかったという証拠を頑張ってね、証拠を整理してね、データとかを組み合わせて、ね、出してきてもね、そのデータが捏造やって言ったらね、じゃあその捏造、捏造やったっていう証拠がここにあるっていうのをでっち上げてしまえば、またそれを覆めちゃいといけないって言ってね、堂々めくりにいくらでも持ってきれるんです。いくらでも持って方法がある。それを知ってるから、これが、あとたら、さっきも言いましたけど、ディベートみたいなね、討論とかね、口喧嘩っていうものに、相当慣れると、どんどん、この、能力が上がっていくっていうことで、そこは、やはり、もうみんなで、もう、大声でね、外で大声で喧嘩するね、文化があるところでね、やはりそういうのが。まあ、韓国とか中国なんかもそうですよね。これは言い悪いじゃなくてね、私がそれがダメだって言うわけじゃなくて、夫婦喧嘩でも外でやるじゃないですか、向こうは。大声で。わあ、うちの旦那がこんな風に、お前、他の女と、ね、不倫しとったぞ、どうしてくれるんじゃって、外に向かって言いました。日本じゃ絶対やりやる。そんなこと、家の恥ずかしいことなんで、そんなのはうちうちで隠してやるんですけど、海外の場合はそういうのわーっていう、まあそういう意味では、ある意味では民主主義的とも言えるわけなんですけど、そういう中で、今度言われた旦那の方は、いや、そんなの、こいつの言いがかりや、もしくは、こいつがもともとこういうふうに、ね、悪いことやっとったんやから、
もともと先にこっちがお前男作っとったやないかとかってね、いろいろと責めてね、討論する。そのためには、その場で、ね、夫婦喧嘩でバーッと言われた時に、ご近所の皆さんに、ちゃんとした、言い返しができないといけません。これは発作にできないといけないわけですよね。じゃあちょっと待って、資料を揃えるからなんて夫婦喧嘩でできないわけです。これが実はディベートっていう世界でもあるんですけどね。これが弱いんだな、日本人。真正面からちゃんと答えを続くなんていう気なくなる。ね、この前、韓国の人が、いろいろとね、外交官の人でしたっけ？なんか、イギリスの BBC でね、やられて、結構、むちゃくちゃな、ね、押し問答雇ったって言ってね、一辺倒なね、いや、とにかく日本が悪い、とにかく日本が悪いって言ったんですけど、あれ、とにかく日本が悪いって言い続けるっていうのが、実はディベートの世界では最低標準点なんですよね。ここ赤点ギリギリラインなんですよ。そこはちゃんとクリアしてるんですよね。そこはさすがだなと思いました。ある程度、やっぱ、口喧嘩も慣れてんだろうなっていうのは、そこは見ます。あれ、日本人の人がちょっと、自分に正当性があることでも、ずって詰まってしまって、あ、それはちょっと資料を見てみないとって言ったら、あ、やっぱこれであかんねやってなっちゃうんですよね、その場で。その場になっちゃった、それが結構押しをずーっと引きずってしまうんですよね。あとあと1年後にちゃんとした情報が開示できましたって言うと、時すでに遅しなんですね。っていうことなんで、今回の場合、だから、今回もそう、クレーマーもそれでお金を取ってしまえば、ね、クレームで、ね、申し訳ございませんでしたって。ね、賠償金取れたら、もうね、あ、はい、賠償金って言ってもね、示談ですよ、その場でね。そう。ないだらね、そのためにこれ、でっち上げるっていうのは大事です。これね、よく言いますけど、日本人はね、大体ね、1の嘘をか、えーとね、1の嘘を隠すのに、1の嘘を隠すのに、100の、本当を、まあ、100の本当の中に、あ、逆や、100の本当の中に、100の本当の中に、1の嘘を入れ込む。つまり、この辺も本当のことです、本当のことですって並べることによって、大事な隠したい1の嘘を隠そうとするので、その1の嘘がポンって見えるんですよね。まあ、緑の森の中になんかピンクの桜が咲いとるやんけって感じで見えてきちゃうんで、しかも会ったことなんでね、こういうふうに隠す嘘っていうのは会ったことを隠すんで、すごく見つけやすい。挙句の果てにその嘘やったっていう物的証拠が残っとったりしたら、それで、はい、あげられて、エンドーというか、日本人の、けなげな日本人がつく、嘘なんです。海外は違うんですね。特に韓国なんかで言ったら、こういうふうなことではないですけど、これ、韓国の人を悪く言ってるんじゃないです。こういうのは一つ、日本の人が多分これ、うずうずと聞いたら、ね、善良な日本人が聞いた、これやっぱし韓国人は嘘つくやないかって言うかもしれませんけど、嘘つく練習っても大事なんですよ。まあ、ここはね、比較的もう底辺のね、ところでやってますから言っちゃいますけどね、意識高い系の人はそんなことはダメです、倫理的にダメなんですと言うかもしれないけど、そうじゃない。老人のところはそんなことは言いませんから。つまりね、こういうふうにしてね、嘘のつき方っていうのをね、知っておかないと、逆に言ったら、嘘に対する対処っていうのはできないです。っていうのは、でっち上げの嘘に対して一番いい、対抗策っていうのは、こっちもでっち上げの嘘で、ある程度でっち上げの嘘を妥協するんですけど、じゃあ、でっち上げっていうのは何かって言ったら、1の本当を、1の本当を手がかりに、100なり、100の嘘、100の嘘をつく。嘘をつく。これですね、一つの団子のね、核みたいにしてですね、雪だるまの核みたいなもんですね、木の本とか。ここが核で、そこからゴロゴローとね、嘘をね、ビャーとね、でっかい雪だるまを作っていくわけですね。そうするとね、特に日本人はこういう嘘の見抜きが弱い、ということがあって、意外と隠し通せるというか、だって、あ、混ぜそうになったら、さらに雪だるま、ゴロゴローって転がしてね、とりあえず雪なんて自分で作れますからね。あ、そう。この嘘の雪っていうのは自分で作っちゃいますからね。バーって、とりあえず人工氷結機、雪みたいな、とりあえず白いもん巻いとけ、とりあえずゴロゴローって転がしたらいいんですから、それがただ早くできるかどうかなんです。即座にできるかどうか。っていうの、これはね、結構ね、重要なところ。ということで、これができるか。あとはね、もう両親もね、特にモンスタークレーマーみたいなレベルに行こうと思ったら、まあ、あとは両親は捨てるけど、両親は知っておくというのは大事。両親は捨てるんですけど、両親は知っておく。なぜなら、相手の両親につけ込まないといけないから、相手の両親につけ込むね、次。相手の両親。ね、よくあるじゃないですか、こういうのね。
やとってわーわー言われたけど、でもな、まあ、お前にも家族おるんやろしな、まあ、なそんなわーわー広まって親子さんとか迷惑かけたくないやろと、お前の心もわかるんやと、これは良心って自分にも上心があるんやっていうね、共有をさせようということによって、さらにこれで、いや、ね、ちょっと、これ今出せばいいんや、今出したらね、それでね、とパッと解決するんや、そうしたらな、親子さんとかにもの迷惑かけんで済むやろとかって言ってね、やるわけですよ。これが、ここが文作で、まあ、三点方式。この三つをしっかり押さえてね、あとは徹底的に、もう言い倒すと。ね、あのさっきのあのクレーマーの話とは違いますから、もう徹底的に回ることないこと何でもガーッと。ね、言って、で、時にはそういう風にして、両親につけ込んで、それで、感触をつけてですね、まあ、カツ丼とあれじゃないですけどね、お前がやったんだろうって言ってカツ丼を出すじゃないですけどね。実はあれも、あの、実はロジックとしてはこれなんですよ。うん。あの、取り締まりのあれもね、うん。まあまあまあ、あの、ガチンコの取り締まりの人っていうのは本当にすっげえうまいですからね。あの、実は私、高校時代に、そういう取り締まりをやってる方とね、実は討論をする機会があった。討論というほどでもないんですけどね、やったことあるんですけど、もう全く自分で、あの、トーク持っていけないんですよ。うん、本当にね。なんかこれの話しとったのに、完全に向こうの論調にずーっと変わってくるんですよ。なんやこれやりにくいなと思ってね。そのね、まあ話し合いが終わった後にね、後からね、あの、ね、先生の人から聞いたらね、あの、ね、学校だったんで、うん、すっげえやりにくかったわーって話をしとったね、まあ、あれ、あの人、あの、三重県警で取り調べとかやっとる人やって、ああ、なるほどなと、全然話のロジックのつなぎ方とかが違うという、これがプロかってね、思ったこともありますけど、まあまあまあ、そういうね、勉強もね、あの、してみたら面白いとは思いますけどね、うん。でまあ、私の場合は、まあ、一応ディベートとかでこういうふうなやってましたけど、まあまあ、こんなんて、モンスタークレームはやってませんよ、うん、うん。まあまあ、でもね、多分ね、私ぐらいガーガー言う人ってね、多分ね、妹なんかにはよく言われますけど、お前、モンスタークレーム、あいつの方がいいパターンだと思う。まあいいや、そんな置いといて、うん。モンスタークレームっていうのはこういうロジック。ということで、まあ、モンスタークレーム、だから対策ってどうしたらいいかと言ったら、わーっと言われたら、それに対してね、まあ、基本的にはわーっと言い返す能力を持てないといけない。ですから、まあね、ここがね、大事でね、そういうのにはね、やはりね、ある程度これ経験がいるんですわ、これに関しては。うん。反射能力っていう面が大きいですからね、頭の回転力って言ったらいいの。まあ、あの、よくヤクザに求められるもんとかって言われますけどね、頭の回転の速いやつだって。まあ、切れ物っていうやつですよね。うん。まあまあ、ロジックとしては似たようなところありますからね。で、いうことなんで、まあ、一応、このあたり、特に、これね。だから、そういうためには、自分もモンザクレモになれるだけ能力を持っとかないといけないということでね。ぜひね、あの、ぜひね、これぐらいの能力ある人がいたらね、ぜひね、あの、結構、討論会とかにもどんどん出てもらってね、鍛えてもらえるとね、きっと、素敵な、ね、私たちよりのモンスタークレーマーっていうのもまた作らないとき、モンスターに対してはモンスターで対抗するっていうのは、ね、一つ大事なことなんでね。まあもちろん法的整備とか進めても大事なんですけど、法的整備を進める上でも、そういった主張をするって、ちゃんとわーっと言える人がいないとこで、あの、ね、その陳情とかそういうのでも動けませんからね。まあね、ということで、まあここね、被害者になる。そのモンスタークレーマーのために被害者になってね、とにかくもう話を出ちゃうけど、ね、1の本当から100の嘘をつくんですよって、1の、100の本当で1の嘘を隠そうとしてたら、あもういつまでたってもモンスタークレーマーにはなれませんからね。で、最後は、最後にしれっと相手の良心つけ込む。つまり、良心は捨てるんだけど、良心は覚えておかないと、これは、成り立ちませんよっていうのがね、クレーマーとしての、やり方となりますね。これであなたもモンスタークレーマー、なれねえな。なんだこれ。ということで、ね、とりあえずこんな感じでね、この動画を締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。本当にいいのか、こんなんで。